ちのゲート1出たらすぐバスある。やらせないでください、こんなこと。チームと対戦できるっていうのを非常に楽しみにしています。
一人一人の質っていうのも非常に高いチームですし、攻守にアグレッシブに来るチームですけど、自分たちもそれに負けないように、自分たちの持っている力を全て出し切って、勝って帰りたいなと思います。まずは自分たちのベースであるハイプレスからの守備というところが大事になってくると思うので、まずは前線からの守備に始まってチームとしてどう守るかが大事だと思いますけど、まあ、守備としては、しっかりとしたラインを保って前線としっかりとしたコンパクトさを保つことが非常に大事だと思ってます。ウルさんは本当に、ボールを扱う選手が上手な選手が多いので、スペースと時間を与えてしまうと非常に厳しくなるかなと思いますので、チームとしてのコンパクトさっていうのは大事だと思いますし、守備の中ではやっぱり、危ないところというか、守備の優先順位的にしっかりといいポジションを取って、いいところで、自分たちの守備をするということが、相手の攻撃を詰める確率を下げると思うので、まあ、そういった細かい自分たちの基準としているポジショニングとか、インテンシティというのはしっかり発揮することが、ウルさんみたいな強い、攻撃を持った選手たちには、非常に大事になってくるのかなと思います。で常にもう自分をコントロールする、で勝利のためにチームのためにハードワークする、前に前にアグレッシブにプレーしてほしい。 OK、 いきましょう。点差を取るためにどんなプレーを見せたいと思いますか？まあ、最初から最後まで、まあ、一人一人は自分の持ち味を出したら勝てる確率は高くなると思うので、しっかり最初から最後まで気を緩めてやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。
20대 FC의 라인업입니다. 울산의 전력 수비를 완성시켜라. 2번 심상. Welcome to 울산 Complex Stadium, 비셀 고베. 비셀 고베 응원단의 울산 종합운동장. Stationed in the video operations room, the VAR team will have access to all the camera feeds and will automatically check every match incident. He's from Australia. The first official is Laslan Jofri bin Ali from Malaysia. The video...
이번에부터 따뜻한 응원의 박수를 부탁드리겠습니다. 強いっていうのをね、証明した試合だったやつと思う。で、ここで満足せずにね、また次の天皇杯とリーグと続いてくるんでね、ACL もあるし、もうみんなでね、また戦っていきましょう。お疲れです。まず前半ですけど、相手の一人一人の技術も高いし、アグレッシブに来るし、そこに少しこう慣れるのに時間かかったかなと思います。ただ徐々に前半の途中から慣れてきて、後半は完全に自分たちが、いいプレッシングをかけて奪ってショートカウンターという形が出せたと思います。結果的に、勝ち点差を取れましたし、素晴らしいゲームができたと思います。奪ってからショートカウンターとか速い攻撃っていうのはチームの特徴ですし、攻撃の前の選手としては、そういうチャンスを、前半から決めなきゃいけないですし、今日は後半で取れましたけど、まだまだ修正する部分もありますし、本当そういうチャンスにこだわって、そこの質にこだわって、自分たちをやり続けないといけないので、今の現状に満足せずに、もっと高い質の攻撃とか守備からの攻撃とかっていうのをもっともっと向上させるようにしていきたいなと思います。